海と日本。三豊市仁尾町にあります父母ヶ浜にやってきています。今回はこちらで開催される香川シーマスター海の英文発見隊に子どもたちと一緒に参加してきます。このイベントは子どもたちに安全で豊かな海の調査をしてもらい、海を大事にする気持ちを育んでもらおうと開かれているもので、香川県内の小学5、6年生20人が参加しました。舞台となった父母ヶ浜はウユニ塩湖のような水鏡が見られると評判で、休日にはインスタ映えする写真を求めて多くの人が訪れます。案内してくれるのは、25年前からボランティアで父母ヶ浜の清掃活動を行い、美しい浜を守り続けてきた秩父の会の皆さんです。早速海岸で調査開始です。干潟では絶滅危惧種の白線シオマネキなどが、浜では希少な海浜植物を見ることができました。ここで、もう小さな命をたくさんの生物が育んでいるのを現実に見て、これだったらゴミもできるだけ減らして捨てられないようなことが少しでも分かってくるんじゃないかなと思います。最後はみんなで映える写真撮影です。テレビとかでは見たことはあったんですけど、実際に来るのは初めてだったので、みんなでこういう写真が撮れたのですごく嬉しかったです。日本のウユニ塩湖と呼ばれる秩父ヶ浜で僕も映える写真を撮ってもらいました。どうですか？いい感じですよね。皆さんもぜひ。最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。